さあ今夜のゲストはこの方に来てもらっております。高知県出身、そして191センチというめちゃめちゃ高身長であり、めちゃめちゃナイスガイ。2015年から音楽活動を開始しまして、今でも本当に大会、そしてもう音源ライブでめちゃめちゃぶっかましている、この本当に心から気持ちいい男、 ID です。お願いします。ありがとうございます。すごいすごい、いやー嬉しいですね。やっぱ未だ現役、ステル現役でやってるでしょ、はいはいはい、それどういう感じ、やっぱ気持ち的には、なんかそのでっかいバトルにやっぱそのまた ID って名前呼ばれてて、あれですよ。で俺はすやっぱすげえなと思うわけよ。やっぱもうかっけえし、やっぱり、うん、ですか、あんま勝てないですよ。いやそれって有名になってる証拠だから絶対に、うん、だ今一度言っておきたいけど、うん、MC バトルって有名になったやつ勝てない、うん、なんかこう全部がこうつながっていくじゃないですか、フリースタイルって。フリースタイルの練習をしてるからじゃなくて、ライフスタイルとか人生とか経験とか、まあ不幸ですら影響するというか、なんかフリースタイルってそれぐらいこう人生を反映する面白い、なんかこう、あ、なんて言ったらいいのかな、なんて定義で音楽表現だから、だからそう夢中になるのも分かるし、そうなんかいいバランスでこの関わりはピュアに一生あり続けるんだなと思ったから、それをなんかこうとりあえずそういう変な偏見とか差別を解消できるような存在になれればいいなっていうのが、マイクさんちょっとなれればいいなっていうのがめっちゃでかいですね。だからなんかその変な差別超されてきたんで人生で、もうそれ、うんうん、今の聞いてなんかすげえ納得するっていうか、うんうんうん、だから自然体でバトルやってんのかなって気もする。だからそれを勝つためとかじゃなくて、あ、もうそうっすね、うん、なんかやっぱ悩むこともあるんですよ。あるえ、けどそれはバンド入ってる時でも人間なんでグラフがあるんですけど、うん、下がってる時、そうなった時にマジでファンが素晴らしいんですよ、うん、マジで俺が言ったこととか思ってたことをインプットして自分たちのように解釈して俺に返してくれるんですよ、うん、そのラリーができてから俺が忘れた時はメモリーを思い起こさせてくれるんで、うんうん、だからマジでファン最強みたいな怖がりなんですよ、めっちゃ。だから、あの警戒心、うん、背中後ろ歩かれるのも嫌いなんですよ。あ、それぐらいなんだよ。ゴルゴなんですよ、マジやばい、ね、やばい、ね、いきなり撃っちゃうじゃん。やばい、ね、ほんと人気のないところで、いや悪いことするとかじゃないです。マジちっちゃい頃から、あの背後もう想像力が頭がパンクするぐらいぐるぐる回ってるんで、うん、その無限に出てくるんですよ。だから昔あのサムがね、うん、あの俺ん家に入って、うん、勝手にこうサプライズを全部セッティングして、うん、こうサプライズやろうとして、うん、じゃあ痕跡も全部消してたんですよ、で俺ん家に入って勝手にやって、うん、その友達と打ち合わせでやってくれてたみたいで、うん、けど俺気づいちゃって、それ玄関先で靴とかないのに、うん、気配であれみたいになって俺台無しにしてる。で階段の下で、いやなんか友達がバーって降りてきて、サムじゃない友達がね、アイディおいでみたいな、うん、いやなんか普通になんか なんて言ったか忘れたけど、なんか普通ナチュラルにおいでみたいな、なんか変なことじゃないよみたいな、いやなんかおかしいみたいな、絶対におかしいみたいな、いやこれはおかしいよみたいな、なんか絶対変だから、いや絶対上がらない絶対上がらないとか言ったら、それサムが上からもういいか早く来いよとかって呼ばれて、それサプライズってやられたことあるんだけど、ってぐらいもうビンビンなんですよ、もうそういう感覚がある。だからもうすげえ研ぎ澄ましてるんで、うん、そういうのにかまってますね基本。だから妄想世界、妄想世界で。けどそれさ、やっぱそのバトルの時とかでも、じゃあ言葉でもあったりとかするね、その自分の中で瞬時で、うんうんうん、だから例えばこれはなんていうか俺が言うべき言葉じゃなかったなとか、そういうさ、あるっすね、ある後悔とか。マジで気をつけるんですけど、うん、やっぱ自分は割とその言っとることの内容とか、まあ、本当になんかちょっとスピってんじゃねえのっていうののキワキワを飛んでたいですね。やっぱそこに本当に源泉があると思うんですよ。その人がちょっと共感するに危ないラインのギリギリを飛ばないと得られない心理がめっちゃあると思ってて、だそういう意味ではなんかセンシティブな存在ではありたいですよね。発言としては、そう割とこう本当に
瞑想型かもしれないですね。いやーでもすげえなんか今日なんかめっちゃこういう話が聞けてなんか、ね、いやほんまっすか、ありがとうございます。びっくりしたし、想像力豊かすぎて、はい、いろいろあるけど、そんな ID 今後はどうですか。今後音楽やりたいですね、とにかく、うん、はい、あの本当に吉原行きたいみたいな感じで。吉原行きたい急にそう音楽やりたいです。あ、音楽びっくりしたよ、お前今おごれって言われてるのかと思ったら、おごれかも分かんない、終わってからもしかしたらびっくりやるんですけど、あるよね、けどそういうテンションで音楽やりたいですね。たぎってます、これを見たたぎってる人至急連絡ください、お願いいたします。もしかしたら折り返します。もしかしたら